羊角湾は、熊本県天草市の南西部に位置する湾である。雲仙天草国立公園の中にある。1823年、高浜村省や、上田千鎮天草等館の記載では、天草郡亡命式今、式と、初今の式組より大江組の藩に係り出組両組、乗り数号なり安ンに、式北崎を2期子の三箇所みな。 東海に志向たる出花な,なり高崎は、高浜のうちにて、高崎より、海上十丁ほど西の幼虫を、大ヶ瀬と雲高浜のうちなり、それより、西南にあたり一里帝へだたり小瀬と雲西島あり、大江村のうちなりこの二つの石島を、東土人は、羊各所と都内都会の不自然を目当てに、先津の港にいることなりこのこと号名には、 石原されども東土人の名伏式ここに記すとあり、羊角の地名所見と考えられる。ただし、羊角湾への転嫁の過程は不明である。1899年の海軍水路不足量では、大ケセ106尺イコール32.1メートル、小ケ八84尺イコール25.5メートルと、あるが、天草灘の波動により、 令和3年の国土地理院標高で大けせイコール14.4メートル、小けせイコール19.0メートルに減少している。航海が交通手段であった時代では、高さ40メートル級が林立する大けぜ小けぜは、まさしく羊の角として、目標物になったと想像される。1935年日本案内機、九州編鉄道省は、 現在の鉄道旅行ガイドブックにあたり、九州編275ページに本土、佐吉、牛深の記事が見られ、羊角湾の地名所見と考えられる。いわゆる観光名所風に、羊角湾と命名され、旅程を示した可能性が考えられる。佐吉、本土町から牛深への自動車に降りて一丁で乗り換え釜に至り、 それより、起こり動機船による。船の行くところは、羊角案内で、風景美がある。サキツは、江戸時代近況令のもとに密に、キリシタンの信仰を食けていた地として、またわずかにいわゆる甘草城町の残っている地として、知られている。戦後は、羊角案の地名が、一般的となり、鉄道省、内務省地理調査所。 運輸省地理調査所国土地理院系統の故障で現在に至っている。1963年気候天草駆け歩き、熊本地学道公開誌では以下の記事が見られる。群家裏に至る海岸及び羊角湾の南には姫浦総群の左岸ページ岩層が40度の角度で露出している。1963年天草島。 離島振興事業計画羊角湾地域の開発、羊角湾パイロットの総事業費は20億500万円。38年度に調査費300万円を予定。ここでは、天草全体を離島として、天草島としている。現在、国土地理ー・ニコール羊角湾一方、海軍水路部の故障については、先津湾が継承されているようである。 1878年から1903年、大日本海軍水路部、天草列島及び、八代海イコール咲津浦、早野浦、1891年大日本、海軍水路部、イコール騎士湾、1903年大日本、海軍水路部、九州北西部、イコール騎士湾、1904年南天草の炭鉱、ジョロ論イコール咲津浦、 1930年から1933年、大日本帝国海軍水路部、九州イコール先津湾戦後は、先津浦、先津湾が一部継承されており、大日本海軍水路部、運輸省海上保安庁系統が使用する故障で、現在に至っている。ここでは、先津湾、裏内浦あるいは、羊角湾が、混在している。 1974年地質調査所月報、咲津湾は、裏内浦あるいは、羊角湾とも呼ばれる2015年地理科学ボリューム、7 0ルピアニッシも、121万2015熊本県、天草市咲津における、漁村景観維持の背景保全活動と、制御変化に着目して、咲津地区は、羊角湾裏内浦の西部に位置し、地区の前面には海、背面には、 山が広がっている。1896年に、咲津村と今富村が合併して、富津村咲津となった。2016年第10関区水路情報28年13号、九州西岸、咲津湾架空送電線設置また、陸軍陸地測量部の故障については、裏内裏が使用されていたようである。 1901年即図1932曜部、修正大日本帝国陸軍、陸地測量部イコール裏内裏、1930年地理教材としての地形図、天草下島第14巻第4項イコール裏内、湾戦後は、旧来の故障が一部の専門図書や地元関係者の中で残されていたが、現在は、ほとんど使用されていない。1943年、 U.S. Navy Imperial Land Survey イコール裏内裏亀裏1947年牛深炭鉱外災コール裏内裏1957年4月九州炭鉱分布図福岡通称産業局石炭部日本石炭協会九州支部イコール裏内裏1982年在熊天草同協会開放第1号 裏内裏の湾口にある群家ホイコールーラ内裏面積は11.28平方キロメートルで、最大水深は21メートルである。西海岸の湾口で天草灘に通じる。山がちな地形の中に深く複雑に入り込んだ、リアス式海岸をなし、亀浦、早浦などの手湾に分かれた形が、羊の角に似ていることからその名がついた。穏やかな内海であることを利用して、 真珠の養殖などが行われており、またチヌをはじめとする釣りの公的地としても知られる。干潟には絶滅危惧種の貝類、甲殻類、遠征湿地植物など80種以上が生息している。ツテン主キツテン主導天草は16世紀後半に、キリスト教が広まった土地で、湾王の河浦地区には、天草コレジオが建てられて、神学、哲学、 語学教育が行われた。また、グーテンベルク式印刷機によって、平家物語、伊相補物語、ラホビ辞典等の印刷物も刊行されるなど、天草キリシタン文化の中心であったとされる。湾内の小さな入り江の漁村、サキツには、昭和9年に建てられたサキツ天主堂が佇む。キリスト教金星が説かれた、明治の初めに、 御堂が建てられ、現在の天守堂は三代目の建物。天草西海岸を望む大江天守堂と共に、鉄川義四助の設計である。ゴシック様式の天守堂の正面は、コンクリート造りだが、後部は、木造、内部は、境界建築では珍しい畳敷きになっている。近くの丘の上にある、チャペルの金展望公園からは、咲津地区や、羊角湾。 天草灘を一望することができる。先津天主堂やこの地区の風景は、重要文化的景観、日本の渚百選、香り風景百選、未来に残したい、漁業漁村の歴史文化財産百選に選ばれている。南天草は、高地面積が少なく、豪雨の時期的偏りもあって、農業経営が零細で、不安定なものであったことから、1974年に、 湾王の早浦を締め切って農地と淡水湖にする国営干拓事業が始まった。しかし、漁業者との対立や農業情勢の変化に伴う入植希望者の減少と未利用地、工作放棄地の増加、自然環境保護の世論などから1997年に干拓事業は廃止となった。積み上げられた総延長433メートルの捨て石は、 残されたままで、干潮時に現れる。羊角湾周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。2014年撮影の8枚を、合成作成。ありがとうございます。